患者さんにね、協力いただいて、痛みの出ない歩き方っていうのも、紹介してます。出てこいよ。はい、こんにちは。重症専門整体 TV の三田翔平です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回なんですけども、今回は、重度の膝痛の方が痛みの少ない、歩き方について、紹介していこうと思います。実践って書いてるんですけども、実際にこの後、患者さんにね、協力いただいて、痛みの出ない歩き方っていうのも、紹介してますんで、それも一緒にね、合わせて、ご覧になっていただけたらと思います。まずはね、ちょっと説明させていただきたいんですけども、なぜね、動画をね、配信しようかと思ったら、経緯なんですけども、やっぱりね、最近ね、やっぱり特に膝の方多いんですね。膝って今、人工関節とか、再生医療とかね、変形性膝関節症とか、結構、高齢化社会になってきて、まあ、足腰っていうように、やっぱり膝、腰、患ってる方っていうのはやっぱりすごい多いんですね。特に日本ではかなり多いんですね。で、もう大体50代以上の方っていうのは、膝、何かしらトラブル抱えてる方ってやっぱり多いです。はい。だからうちでもやっぱり50歳、60歳、70歳の、膝の方、特に多いですね。はい。で、手術もしたとか、再生医療もしたとか、膝専門の治療院行ったとか、筋トレ散々したとか、そういう方とかもすごい聞くんですね。うん。一つね、ちょっと注意点というか、分かっていただきたいなと思うのは、やっぱり、膝だから、膝っていうふうに思ってしまいがちで、なんとかその悪くなってる膝、痛みが出る膝を、筋肉つけるとか、筋肉緩めるとか、ほぐすとか、そういったことをいろいろ、されてこられてるんですけども、やっぱり人間の体って一つの体、全体のを通して一つの物体として使うので、そもそも体の膝以外の部分がストレスかけて、膝がちょっとずつ日常の中でそういった痛みの出る方向につながっていってるケースっていうのはすごい多いです。多いです。だから現に膝の方っていうのは、全然関係ないと思ってしまう上半身、背中の筋肉とか、首の背骨とか、そういうところが原因で、そこをまあ調整すると膝の痛みが改善したりとかっていうのはあるんですね。で、僕が施すだけじゃなくて、患者さんご自身でも日常の中でやっぱり取り組んでもらうことが、日々の習慣になっていくことが、長持ちするとか、再発を防ぐとかっていうふうにもなってくるんですね。だから必ず合わせてやるんですけども、まずその、歩き方の中の一つとして猫背になってつま先歩きしちゃってるんですよ。要は前に体重かかってちょぼちょぼちょぼって歩き方、もちろん痛いから膝って結構上げにくいんだけども、でもそれを向きにしても完全に下向いてちょぼちょぼちょぼっていう歩き方がの方がまあ大半です。98割そうですね。いや、もう上半身はもうガチガチなんですよ。から筋肉も全体的にこう緊張しちゃってるし、呼吸も浅くなってるしってなってくると、そういう状態の中で、どんだけ筋肉をどうこうとか、関節をどうこうってやったところで、結局また戻るんですね。必ず意識してもらいたいのは、上半身使ってあげたいんですよ。だ例えば、まあ、今回の紹介させてもらう患者さんは、右膝なんですけども、だから左の、反対側の足と上半身を意識して利用した使い方。どうしたらいいのかって言ったら、状態を上げていってあげないといけないんですよ。状態を上げていく。そのためには上半身の巻き肩直しいかなあかんし、必ず背中側の筋肉をしっかり使って、で顎を引いてっていう、こういう筋肉をまずつけていかないといけないです。でそっから足っていう風になってくるんですけど、一番手っ取り早いのがこれです。この姿勢取ります。右が痛いんだったらこれでもいいです。全然最悪後ろに手を組んでこれでもいいです。はい。これで歩いていってあげると、でこれやってもらったら分かるんですけど、これしながらこっち乗りにくいんですよね。右って。右だったら、左に乗って上体上げて、で、なっていくんで、まあ、5割かな。うん。右使ってるとしたら、5割の負担で、少なくて済むんで、それだけでも、めちゃめちゃ痛みの度合いって減ります。ストレスがなくなります。それ実際やっても欲しいんですよ。それを、意識した、やり方で実際やってもらってます、この後。うん。で、もう一個あります。この上半身のこれだけじゃなくて、さっきのちょぼちょぼ歩きになってるよって、つま先で、なってるんで、そこも、かかと、つま先をパーにします。
パーにして、膝は使っていいんで、膝はしっかり使っていいんで、膝は使ってこういう歩き方ですね。こういう歩き方、かかとから出してかかとにつくみたいな感じ。膝使わなかったら兵隊さんみたいになるんで、しっかり膝使ってつま先パーにしておいて上に上げとく。でこの状態で歩いてあげる。実際やってみてください。本当にこれが手っ取りバイク一番やれる方法なんで、はい。じゃあこの後ね、実際動画歩いてる患者さんの見てもらって一緒に真似してもらったらいいと思います。ではどうぞ。はい、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 OK。 でさっき僕が伝えた歩き方やってみて。はい、そう、軽い、やっぱり、うん、膝の裏が、うん、要は最初歩いてた時って上半身も猫背になってたし、足先だけで歩いてる。これ逆なんですよ。上半身を使って要は背伸びしてる状態で、なおかつどこ意識してるんでしたっけ、歩き方、足を出す時。これはかかと、そう、つま先上げてかかと、これが一番ベストな歩き方なんですよ。だから膝先が悪いと思って膝ばっかりやっちゃうんだけど、実際そうじゃなくて、人間の体ってやっぱり体を全体一つの物体として使うから、やっぱり関係ないと思ってる、意外とね、こういう上半身とか膝以外のところが影響してる部分ってめちゃめちゃあるんで、まあ、それの一つの典型例やね。実際ね、お名前は言えないけどね、いろいろ膝半年ぐらい頑張って治療してきてたんやね、別のとこで。自分なりにね、うんうん、教えてもらったと、うん、うん、それは1時間ぐらい、うん、1時間って相当やけどな。相当やってますよ、ね、うん、だからもう毎日去年11月くらいから 11、12、13、14、うん、もう半年ひたすら欠かさずやってましたよ。本当に1時間、うん、今もだからやってますね。でこれまだ今普通の歩き方になってんねんけど、でもう一回最初 の, そう、正しい使い方の歩き方で、今これ全然見た目上も違うと思うんです、はい、でこれしてると体重左に乗っけていけれるでしょ。痛くない方の左、痛い方は右なんですけど、そう、これをすることで左にも乗っけれる。そうそう、うん、右に乗せてもね、うん、怖くないんです。そうそう、杖代わりになってくれてるんですよ、上半身が。うん、オッケー。じゃあまたこれも、続けてやっていきましょう。はい、戻ってきました。どうでしたか、実際患者さんが歩いてるところを見てもらって。姿勢もね、実際ピンと良くなるし、嘘じゃない、お世辞じゃなくて軽減していってくれるんで、これね、実際日常の中で取り組んでやってみてもらったなと思います。はい。で、また何かね、膝のことで疑問なこととか質問とか、このことでもわからないことあったら、いつでもコメント欄、URL、LINE 通して、メッセージいただけたらね、それについてアドバイスさせてもらおうと思いますんで、またね、何かこういうの教えてほしいとか、こういう企画やってほしいとかあれば、それも一緒にね、言ってもらえたらと思います。はい。じゃあ、役に立ったと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい。では、今日はこれで終わっておきます。次回配信をお楽しみに。